今日はこの自動車整備そして車社会の最前線で頑張っている皆さん方からちょっとお話を聞かせていただき、少しでもこの政策において、より皆様方のこの思いがこもった、対応を、我々、しっかりと汲み取ることができないだろうか。自動車がどんどん進化しておりますので、この進行に対応するために常に新しい知識、技術をですね吸収し続けなければいけないです。車が高度化してきた、そして自動運転等が出てくる、そしたら整備士っていらなくなるんじゃないかという逆の認識がですね非常に強いですね。電動化、知能化、自動化に伴って車は IT 技術の塊になってきています。ですからその辺のですね最新技術の、設備投資に対してですね、きちんとやっていくことが現場の整備士の魅力を上げるというかやりがいにつながっていくのではないかと考えています。整備士の方がですねその技術に追いつかなくなりつつありまして、その学ぶ機会というのが非常に難しい。まず感じたのは、このそれぞれの立場で現場においても経営においてもまた教育の立場からも新しい技術への対応というのは大変大きなこのポイントになっているなと。ぜひ皆さんのお仕事においても、その、処遇改善、この給与、所得、できるだけこう引き上がる形で盛り上げていく、こういったこともぜひ考えていきたいと思っています。